デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、いろいろ募集している最中でございますけれども、今一押しはあれですね、心霊特集、ミリタリー関連心霊特集のお話、動画、画像を募集しておりますので、ぜひ概要欄の方のリンク覗いてみてください。そして、このデメ裏に聞きたいコーナーも返答期限が今ね1ヶ月ちょっとと、かなり短くなっております。なのでこの機会にぜひ、皆さんのお悩みご質問ね、どんなことでも構いません。大抵のことには答えます。今まで答えてないのないんですけどね、一応ね。そうだね、そんな危ないのもなかったしね。危ういのでも、まあ答えてるっちゃ答えてますから、何かしらで答えてますから、本当にダメだなっていうのはカットする可能性ありますけど、基本的にはどんなお悩みご質問にもね、まあ、答えてますんでね、些細なことでも結構でございます。ぜひ。ただ詳しいねカスタムのご相談とかはパドック店頭までねお寄せいただきたい。いやちょっと店頭には聞きづらいなっていうのがあったらね、デメちゃんに直接聞きたいなとかなんてあればね、こちらのコーナーまで、お寄せいただけたらなと思っております。さて今回は、てっちゃんさんからの投稿でございます。2人に聞きたいということで、お二人ともお疲れ様です。以前から気になっていたのですが、オープニングタイトルコールデメ裏に聞きたいはなぜ外人風の片言なのでしょう。秒で回答終わると思いますが、面白い回答を期待しています。デメ裏に聞きたい。はい、まあ、簡単に言うならばさ、デメ裏に聞きたい、なんか味気ないよね。デメ裏に聞きたい、デメ裏に聞きたいと、なんかさ、こう、キャッチーな方がいいじゃん。だからもうこう勢いね。ドン・キホーテの CM だってさ、ドドドドンキーとかって音楽がさ、こう耳に残ったりするわけじゃない。このお祭りでとかさ、こうね、なんかあるわけテーマソング的なの。はいはいはい、で、まあ、僕らこう千葉の八千代っ子なんですけど、はい、ベイ FM っていうラジオ局があるんですよ。千葉の、はい、FM ラジオ局。そうベイ、これが結構タイトルコールをベイ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  FM とか言ったり、こうね、セブンエイト、セブン、別に普通に言ったらベイ FM セブンエイトなんですよ。78なんですよね、それをこう周波数がねFM の周波数でベイ FM セブンエイト、なんかこうちょっとかっこつけてるって言ったら、まあ、かっこつけてるんでしょうけど、まあ、ジングル、ジングルですよね、ね、こう、はい、それがなんか印象に残った方がいいよねっていうのがやっぱあるんですよね。別にこう僕ら二人がおっさんたちがデメウラニとかってやるのもさ、ね、なんかめんどくさいでしょめんどくさいんで、はい、そしたらなんかちょっとこう勢いでさ、バーンってこうデメウラに聞きたいって、なんかこうエコーがかかるというかね、ディレイが効いてるぐらいの方がいいんですよ。そうですね、だからもう特に意味はないんだけど、なんか面白いこととかやりたいとか、なんか印象付けたい場合は過剰にやるだよね。まあ簡単に言うとベイユーフェンパクってるだけです。パクリです。オマージュしてます今回はね、はい、皆さんの地域のねラジオ局で分かんないですけどね、局によってちょっと雰囲気がまた多分違うと思うんで、こういうタイトルコールとかジングルとか入れてるところがあるかどうか分からないですけど、ちょっとベイユーフェン風の、はい、デメ裏に聞きたいっていうね。そうだね、なんかこう、やっぱ何でもやってみて最近思ったんですけど、印象に残るものってこう、あ、気になった、印象に残れば勝ち言い方が悪いな、覚えててくれればパッと、まあまあまあ、いいパッと考えた時に、あ、パドックって思ってもらえれば、まあ、そう、いい意味でも悪い意味でもね、こうちょっとね、悪い意味で思い出されちゃうと困りますけど、思いつくっていうのがあったね、まあ、模型パドックイコール、ああ、あの二人やってたなぐらいで思っていただけると、はいはい、いいかなと思うんで、いいイメージを持ってもらいたいんですけど、いいことばかりではないのがこの世の中。
でもなんかこうなんで外人風なんだろうっていうのがちょっと印象に残ってくれるといいなというところでデメウラなんだと思いますけどね、はい、これもねタイトルコールいらないですよっていうねご意見を前いただいたんですけど、その方にまあ一応ね、あの雰囲気のためもありますから、いきなりポッと始まってパッて全部答え、あの質問だけ言って答えだけ言ったら面白くないでしょと。裏ビデオ派なんだね。裏ビデオ派、あのドラマ仕立てよりもちょっといきなしもうそういうことね、ことが追っ始まってる方が好きな方だ。もうあれですね、海面体爆発寸前ってやつですね。もそういう味気ないというか、そのまま始まったんじゃ面白くないから、いろいろオープニングがあって埋設があって何の話してんだろうねで本題に入っていきましょうっていう、一応番組のね構成をねあるんですよって言って、まあ、でもその方もねその後結局あれでした、またコメントいただいて、あのずっと今ボッドキャストとか、まあ、再生リストとかもあるんで、そのでずっと聞いてたりすると、どこがそのスター違う話になったのかがこのタイトルコールで分かるからいいと。ああ、なるほどね、違う女性に切り替わったとしても見ないと分かんないからアンガンガンガン流れてるやつ、どうしてもそっちに持ってきますね。もう絶対そ、俺イメージがそれなの。喋ってんのはここの2人ですから、ずっと声基本変わんないですからね。僕とちょっと声出なくなってますけど、そうですね、なんかどこの話までだったかなっていう切り替えがこのタイトルコールによって生み出されるということで、今となってはあの会ってよかったと思ってるっていうコメントをいただきましたよね。ことが追っ始まるよりちゃんとドラマ仕立てで流れに行った方がいいっていうことでこれを貫いてるわけじゃないですか。デメリューだってそうなんですか、タイトルコールがありますから、はい、デメリューのタイトルコールでもちょっと変わりましたかね。今変わってないですみたいな。昔はそれでした、デメリューから始まった、はい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 、あれも今ないんですよ。今ハイキューからで、はい、じゃあここデメでございます、よろしくお願いします、今回ご紹介するのはこちら、はいはいはい、だって投げ投げうっせからあれにしたんだべでそこで一回ちょっと番組の提供はとか入って、はいはいはい、でそこから本編が始まるんで、あの今あの昔のあのデメリューっていうのはなくなってるんですけど、やっぱイメージとしてね皆さん持っていただいて真似する方いますよね。いますね、いきなりデメリューって言ってくれる人たちいますもんね。気狂ってんじゃないかと思いますよね。でもあれ今流れてないんですよ。へえ、はい、やっぱりやっぱイメージをね、だってデメさんあれ1回しか言ってない、言ってないですね、はい、まあ、何テイクか撮ったぐらいですよね。3、4テイク撮ってもうちょっとデメリューデメリューって感じでお願いしますって、うん、3、4テイク撮った中の1個を使ってるだけで、デメさんはその日しか言ってないんで印象が薄いよ一番印象が薄いとこなのに、やっぱ皆さんは頭の出だしで毎回聞かされてたから、うん、まあ、100話かに150話ぐらい は多分そのスタートだったんで、あれがね、なんか結構こうやってくれるんですけど、何やってんだろうなっていう、こっちにはイメージがないって言いますねすげえうっせえリアクションしちゃうんですよ、ね、ありがとうございますっていう。あ、でもデメウラに聞きたいっていうのも言ってくれる人いますよね。おー、はいはい、でもこれも僕らは別にこう現場で聞いてないんで、音楽流れてないですから、ね、セミの声ぐらいですもんね、すごい印象に残るの夏って言ったらね、今日はもう暑すぎちゃって、今年セミなんかあんまいないね、少ない感じ、風鈴も今日はちょっとねたまにチレンチレンってね言ってますけれども、まあそんな感じで、特に意味があるかと言われたら特にはないんですけど、印象付けっていう形でいいんじゃないですかね、イメージの、はい、番組のこの構成上のイメージでそうなってるっていうことで、もしね、こんなのがいいんじゃないかっていうのがね皆さんありましたら、またコメントいただけたら、変わるかもしれないし変わらないかもしれないし、それは分かりません。追っ始めてるやつがいいのか、順序を振ったプチドラマがあった方がいいのか、いろいろとね、まあ、いろいろね、また皆さんのご意見でまた変わっていくこともございますんで、ぜひもうちょっとこういうの欲しいなとか、なんかこういう、まあこのね、デメウラに聞きたいコーナーだけじゃなくてね、なんかこういうのもやってほしいなっていうのがありましたら、ぜひコメントをお寄せいただけたらね、また検討していきたいなと思っております。ます、私も飛んできましたますということで、参考にしていただけたらと思います、ありがとうございます。
デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。